明治19年の今日、東京電灯会社が一般営業を開始していますね。あんどんからろうそく、そしてガス灯とだんだん発達してきましたが、明治の人たちは今度現れた電灯には驚きましたね。東京電灯会社、まずはこの銀座の大蔵組に仮事務所を置きました。当時はこのブラッシュ式発電機と、もう一つエジソン式発電機とが電気の供給源だったんです。随分明るいもんだね、電灯ってのは。一番明るいのがお天道様、次に明るいのがお月様、3番目はなんてったってこの電灯だな。子供も大人も電灯見物で大変な騒ぎ。さてこれで商売上がったりってのがランプ屋さん、電灯あるランプが電灯に食われたんですからね。これが初めの頃の伝統。おじいちゃんおばあちゃんには懐かしいもんじゃないですか。ま、暗い夜から明るい夜へ、いいもんです。明るいってことは。